どうもこんにちは、新米クッキングのひこです。今回の料理はコーンフレークの変わり衣で作るザクザクチキンになります。これはですね、うちの子が友達から勧められて美味しいよって言われたので、今回はこちらにチャレンジしていきたいと思います。ちょっと心配ですが、最後まで見ていただけると大変嬉しいです。では調理スタートです。はい、材料の紹介をしたいと思います。まず鶏のもも肉 300g、 一口大にカットしたやつです。こちらがメインとなっているコーンフレークですね。その他にも酒大さじ3杯、小さじの2分の1塩ですね。おろしにんにく2分の1ですね。溶き卵2個ですね。混ぜ合わせたいと思います。まず一口に切った鶏のもも肉をボウルに入れます。そして先ほど話した酒大さじ3杯に塩小さじ2分の1おろしにんにく2分の1こちらをよくかき混ぜて、あとは、冷蔵庫で10分ほど寝かしたいと思います。10分寝かすことによって味が染み込んでいると思います。はい、じゃあそれで作業に行きたいと思います。はい、チキンの方はチキンじゃないな、もも肉の方は10分経ちましたので、今度は揚げていきたいと思います。準備するのは卵にコーンフレークですね。はい、焼きていきたいと思います。適量ですね。しかもでしょうか。では早速つけていってやっていきたいと思います。まず卵ですね。わい。あんまりつかないんだ。これどうする？衣が。あ、ギュッと押し込んだらつきますね。では早速揚げていきたいと思います。これ手際をよくしないといけない。取れてるかな。取れてる。これはパン粉の代わりですね。よく見ると。
感じになってますよ。これ衣をつけてギュッと押し込むような感じですると衣がたくさんつきます。コーンフレークはたくさんつきます。失礼しました。ではこれで出ていきたいと思います。わっ、ゲープの音。こんな感じですね。約3分揚げたいと思います。コーンフレークの匂いがしてますね。お、いい感じに焦げ目がついてます。揚げるときにコーンフレークは剥がれるんですよ。こんな具合で剥がれないように揚げる方法とか麺もですかね。ちょっと分かんないです。だいぶ剥がれてしまう。見えますか？剥がれてますよね、コーンフレークが。やっていきたいと思います。コーンフレークうまいですよね。牛乳にゆっくり喋ると、パリパリして。はい、3分経ちましたので揚げていきたいと思います。こちら、これで美味しそうですね。パチッ、はい、パチッ。はい、こんな感じに仕上がりました。あとは盛り付けをしていきたいと思います。盛り付けも皿によってうまさが増しますからね。どの皿で盛りましょうかね。こちらのさらにしたいと思います。あち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 、よし、よし。こんな感じですね。では実食お願いします。はい、じゃあいただきます。いかがでしょうか。今からか、普通の唐揚げと違ってカリカリしてるから食感が変わって美味しいけど、ちょっと衣が結構落ちるだよね。衣落ちるよね。これ揚げてる時にも衣パリパリで落ちたかった。じゃあ、自分も一つもらっていいですか。はい、どうぞ。あ、これもこれ、はい、あ、衣がしっかりついてる、ね、あとはもし衣をしっかりつけたままっていうんだったら、試しにオーブンレンジで、フライで機能で今度作ってみてもいいかも。あ、これは子供に喜ばれる甘さが出てますね、コーンフレークの。外はパリパリ、中身はジューシーという感じですね。これね、
ちょっとピリッとしたのが好きな人だったら柿の種を潰して衣にするとか、うん、クラッカーを砕いて衣にするっていうのも見たことあるから、ちょっとそれでもいいかもしれない。そうかもしれないね。ちっちゃい子はこういう味付けは好きかも、うん。あとはちっちゃい子供向けにするんだったら、もうちょっと鶏肉を今の半分ぐらいの大きさにしたら一口で食べれるからもっといいかも。まあちょっと大きかったか。大人向けだね、これは。サイズ的には大人です。簡単にできて美味しい一品でしたね。ごちそうさまでした。この料理は美味しさでいうと星いくつでしょうか？3つ中。マックスいくつ？3つです。星2つか。美味しいけど、ね、もうちょい改良の余地はあるかと思います。ですよね。ということでした。はい、以上。はい、ではこの動画を終わりたいと思います。面白かったと思う人は高評価でお願いします。では、じゃあ。